いいですよ、いいですよ。これが噂のだいぶ選ぶに選んだルミックス A9。 これはすごいですね。これが優秀なんですよ、めちゃくちゃ。これちなみに値段って聞いてもいいですか。値段は500とかですかね。普通のやつだと80とか100とか、まあ高くても200とかなんですけど。こんな高い2倍以上ですかね、市場価格でいうと。やっぱり満足してほしいんで、じゃあ実際、はい、じゃあ横にまずなってください。どんな感じで、これ脱がなくていいですか。痛くないって聞いたんですよ。本当に痛くないですか。痛くないです、はい、本当なんですか、それは。痛くないです、はい、全く感じないですか、痛み、はい、感じないです。痛くないよね。はい、痛くないです。じゃあちょっと相性もローランドインタップがすごすぎて、はい、本当に痛くないですかって聞いた時に、痛くないですけど私とは一緒に痛いですよね、満足して言っちゃうタイプ。ローランドイズムが、はい、言ってくれなかったですけどね。全然ちょっと緊張しちゃってね。そうですね、いつもは言うよね。いつもは言うんですか。だから一緒にいたいですよね。一旦ちょっと個性的な店長なんですが、お願いします。じゃあじゃあお預かりしますね。着替えますね。はい、これは巻いてればいいですね。 OK です。よろしくお願いします。店長いてくれないですか。あ、出てます。痛くないかな。めっちゃ痛そうやけど。足やばそうやけど。足はやったことないですか。一回やったことないです。一回もないです。ラッシュは結構、まあ、そのめっちゃ煙かわけじゃないですか。履いてるんできっちり。本当、5回ぐらいで少ない。でかいな、その。確かに。ちょっと横になってもらって。はい。すごいな、なんか。脱毛を撮影する作業って嫌やな。すごい嫌やな。目隠しをしてもらうんで。あ、わかりました。このサングラスも結構かっこいいんですよ、デザインが。ファミエだね。ファミエだね。何です。デモしていきますね。びっくりした。びっくりした。すいません。びっくりした。いきなり来るんですね。最初にまず剃るんですよ。なるほど。はい。クリスターのいきなり照射されたんだと思いました。でもまあ濃さで言ったら、ちょっとどのぐらいかな。どれぐらいなんだろう。まあ濃くはない。そうですね。だからどれぐらい処理してないですか、これは。いや、処理したことないですよ。あ、生まれてからずっと。いや、わざわざ剃らないですよね、足の毛。あ、じゃあ人生の初めて、長さがありますね。すごい周知プレイですね、これ。長さがありますねって言われてもね。多分本当10回でツルツルになるぐらいの濃さなんで、本当にね、痛くなかったらぜひ通ってくれたら。はい、で痛くなかったらマジで通いますね。はい、全身行きたいですね。あ、全身的に。はい。肌綺麗ですね。いや、そうなんですかね。多分なんかその毛が生えてるとわからないこと多いんですけど。あ、確かに。剃ってみると結構肌質分かったりとかして。なるほど。お疲れさんは結構綺麗な。怖すぎ、全然違う。ほんまやな。別もね。うん、おー、実際に心臓を見たいと思います。失礼いたします。おー、どうだよ。すげえ、全然痛くないです。これ今これでやっとる。やっとる。え、人って本当に痛い時って我慢できない顔もするじゃないですか。てか、その僕が言ってるやつもってなんか遅いんですよ。ピッピッなんですよ。こんな早いんや、連続なんや。顔がアップちょっとついてるから、本当人って我慢できない一瞬の表情出るんですよ。じゃあ全然痛くない。無です。そして全然痛くなるもんね、普通は。うん、ちょっと熱くなるかなと。ああ、確かに。ちょっとなんていうか温かみはあるけど痛さはゼロっすね。本当人によって寝る人とかも。すげえこれ、全然痛くない。カイロ当てられとうぐらいの温かさがある。指毛の方も。これ1回どれぐらいで終わるもんなんです、時間的に言ったら。時間も結構その照射のリズムが早いんで、はい、足だけだったら15分ぐらいで、だから急いでてもいけますし。今指毛や、指毛の人はピンポイントで親指止まった時ちょっとだけチクッとしたけど、はい、でも言って取るだけ。指毛が一番痛い。まあ、指毛が一番痛いですけど、俺が過去言ってきた脱毛と比べたら痛くないな。痛さが全然違う。あ、良かったです。この濃さやったらどれぐらいですか。どれぐらい通えばいけますか。10回ぐらい。10回ぐらいあればもう生えてこない。はい、めっちゃいいっすね。めっちゃいいやん、マジで。他のサロンでも変な話、80万円の機材あるじゃないですか。80万円の機材で照射するために100万払わされることもあったりとか。まあ、なるとやっぱりね、だったら家で買って当てた方がいいじゃんって話になって。はいはいはい、はい、だからまあそういったところの中でまあいい機材使ってるんで、まあ、そういうこともないし、まあ値段っても多分他よりも安いよね。 0.78 かけぐらい。めっちゃ早かったな。いや、めっちゃ早い。脱毛もっと長いですよ、こいつ。そうですね、剃ってきてたらもう本当に10分15分で終わったりとか。これはいいな。いや、よかったです。これマジでプライベートで全部行きたいですね。あ、本当ですか。はい、顔はやってるんですけど、顔以外はちょっと行きたいですね。はい、ぜひぜひ。はい、2週間に1回できるんですよ。2週間に1回で。ローランドはなしでお願いします。ちょっと邪魔なんで。マジで。髪だけ出させてください。ローランド、髪だけで。店長がしっかり責任持って。
担当するんで、はい、ぜひまた来てください、はい、ちょっとマジでこれいきます、はい、よろしくお願いします。